盛れるやつだね。あ、どっちでもいい。クリスタッツさん、はい、始まりました。やあ、おやかです。おいでーす。はい、今日はなんとでねー、超大盛りギガマックスガーリックパワーを買ってまいりました。これを食べていきたいと思います。あのね、私ね、激辛のペヤングもこの前食べた。食べたったね。そう、なんかさ、ペヤング企画呼ばれがち。これ食べれると思う？4つ分、これが普通のサイズ。これが4つ分ってことでしょ。そう、しかもニンニクが入ってる。うちペヤング食べたことない。マジ？だって私も初めて食べたペヤングがあの激辛やけん。やばいね。トラウマよね。初めてか、これはトラウマやばいよね。え、多分食べれると思う。え、でも完食はできると思う。じゃあ目標タイム決めよう。30分。10分？15分ね。え、結構食べるの早い。嘘、私遅いよね。いけると思う。15分。え、目標は15分。そうね。じゃあ作っていきまーす。やばい。やばい。何これ。うわ。あ、え、本当にさ、これ麺4つ分入ってるんだ。すげえ。結構。これと。麻薬を麺の上に開け、熱湯を内側の線まで注ぎ蓋をします。はい。3分後湯切りして。これ3分でいけるんやね。いけるんやね。焼肉屋さんの匂いがする。うわ、ほんとやん。え、いい匂い。私好きや。ニンニクだからいいかも。結構火薬が量が多い。なんかガーリックチップスって感じ。あ、これが絶対やばいよね。あ、くさ。え、これやばい。混ぜる。え、ちなみに、はい、いつもどんくらい食べる人？どんくらい食べる？じゃあ例えばラーメンとか。ラーメンは替え玉する人。ああ、え、うちさ、高校の時はさ、普通に深夜にカップ麺と UFO を2個食いとか。やばっ。私でも UFO 大盛りはもうなんかもうお腹タポタポなるよね。よーい、スタート。いただきます。いただきます。これはじゃあちょっとかっこよくね。食べます。15分で食べきる気がせん。え、もう結構時間やばい。タイムアタック。髪の毛結ぶ。先に結んどけよってな。いただきます。うん、美味しい。あ、どうした。なんか塩味。ん、意外と食べたらニンニクの味ないの。うん、あっ、あっ、すすれない。すすれない。うん、やばそう。多分1個は食べたよ。1個分は。1個分はね、もう吐きそう。なんかね、もうこのね、わかんないかな、この辺にね、塩コショウとかがさ、いっぱいかかってる。なんか味が濃い。あ、サムネ。水飲まんと味がさ、半分ぐらいいったんじゃない？出ないかも、全然。やばい、マジ減る気がせん。うわ、絶対ここやばい。うわ、やばいでしょ。うん、じゃ二口目でそれ来て最悪だった。
やばいこれ、やばいこれ、完食できそうとか言ったのに。食べれると思う。え、でも完食はできると思う。食べれると思う。え、でも完食はできると思う。え、でも減ったくない？結構すごい、すごい食えん。でも寄せたらちょっと減ったように見えん。ほら見えんか見え、全然違うもん量が。タイムアタックなんてするもんじゃない。 UFO やったら多分いける。うちの UFO のギガマックス、 UFO のこの大きさやったらいけそう。あ、好きやけ。飽きる、味が強すぎて、うん、なんか飽きる。でも私結構これ食べ、ソースやったらいけそうなのに。いただきます。うん、やばいよこれ眺めるだけ。おじいだー、全然食べれませんでした。これマジやばい。でもなんか好きな人は好きなんだろうなって思うな。ほら2個分は食べました。私1個半分ぐらいしか食べてない。1個半も食ってないわ。ペヤングは一人前で腹いっぺい。まゆずう心の俳句マジできついよこれは。え、1人分でうちもうお腹いっぱいやったもん。食べたことある人教えてください。いやマジで、なんかでも調味料なんか足したらいけるんかなとかをちょっと思ったりはしたけどね。ニンニクやけん、もつ鍋風のさ、鍋とかにしたらさ。あ、でも確かに締めとかはいいかもね。ラーメンとかにしたら良さそう、ね、ということで、無理でした。なんか違うのでリベンジを。ギガマックスじゃなくていいな。ラッポッキ出た、3人前ラッポッキがさ、ジュエさん言ってたよ。なんか今日この話した時に、いや、俺はいけるダメやん、いけてない、ね、いけるよ。ほらほらほら、明らかに無理しとる声やん。まあじゃあ、つみやさんも厳しい。おお。でも、2個半分ぐらい。ごちそうさまでした。ヤングさん、ごちそうさまでーす。残ったまま、また美味しくいただきます。はい、いいね。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まあ、やー